早速作っていきます。皮を少しだけ残したら厚めに切っていきます。あとはじっくり揚げていきます。お腹空いてきちゃった素材の美味しさ丁寧に、カルビーじゃがいもチップス。そのじゃがいもは40年以上前からずっと大地の恵みと一人一人の真心で一つ一つ大切に育てられている。ファーメイド、畑から愛を込めて。カルビーのポテトチップス。地球のためにできること。